こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊は艦艇を数多く所有していますが、2019年現在、その中で最大の大きさを誇っているのが護衛艦いずもです。この艦はヘリコプターを搭載する護衛艦いずも型の1番艦で、2番艦である加賀もすでに就役中です。2019年12月20日、いずもの改修計画が公表されました。改修費は31億円とのことです。巨額の費用ももちろんですが、出雲を空母化するための改修工事ではないかという見方があり、その目的等について、官官学学の議論が巻き起こったのです。この護衛艦出雲ですが、建造された時には、外観上は空母のように長い全長 248m の全通型飛行甲板。甲板の高さが、艦首から艦尾まで同じ高さのものを有していました。出雲が文字通り事実上の空母になり得るかの鍵は、艦載機であるステルス戦闘機 F-35B の導入にかかっていると言えそうです。建造計画の中で、射出用のカタパルトなしで運用できる艦載機を載せることを想定していなかったとは思えません。いずれは、艦載機搭載を考えた上で出雲を作ったと思われます。つまり、短い距離で艦から飛び立ち、狭いスペースで着艦できる。垂直着艦が可能であるストーブル、垂直離発着陸機と呼ばれる船。戦い機を将来的に出雲艦上で運用することも視野に入れていたとこう、得るのが妥当なところではないでしょうか。ストーブルを運用し、その上で時期を見て F-35B 戦闘機を実用化する予定と考えられるのです。自衛隊もその予定に従って立案し、導入のための予算化ができたことによって、確実に道筋をつけたと思われます。とはいうものの、日本国憲法の原則では、攻撃用の兵器の保有を認めていないので、F-35B 戦闘機を導入したとしても、常に艦に搭載したり運用することはないだろうという見解が示されています。この見解については、政治的な配慮であるかどうかは別問題ですが、狭い国土の周辺を広大な領海に囲まれている日本においては、一朝有事の際に移動できる基地があることは、とてつもなく大きいメリットになることは間違いありません。さすがにアメリカ海軍が保有する大型原子力空母のように数多くの艦載機や兵装を備えている艦には及びませんが、新鋭ステルス戦闘機 F-35B の行動範囲は拡大するはずですから、大いに役立つものになるでしょう。F-35B 戦闘機は第5世代戦闘機として期待されています。ステルス性に優れ、高性能なレーダーをフルに活用した偵察、哨戒活動に従事することになると推測されます。なかなか有能な戦闘機 F-35B ですが、ここで護衛艦出雲へ搭載するためのハードルの一つが飛行甲板の耐熱加工処理と言われているのです。F-35B 戦闘機が着艦するとき、エンジンから吹き出す高温の熱が飛行甲板を傷つけないようにするために、特殊コーティングを施さなければならないということです。何千度もの高温になるわけですから、頑丈な甲板とはいえ、耐熱処理等をしなければ非常に危険ということは容易に想像できますよね。
同時に艦上に格納できる戦闘機数を増やすために格納する倉庫を広げなければなりません。その拡大計画も予算には組み込まれていますから、伊豆モノ回収が終わった暁にはその機能を大幅に増大させた艦になることが予想されています。現在 F-35B の搭載数は8機ぐらいと予想されていますが、格納庫だけではなく、それ以外の甲板部分も使用できるのですから、もっと数を増やすことも物理的には可能でしょう。護衛艦伊豆モノ3号となる空母はイギリス海軍のクイーン・エリザベスなのですが、この艦はすでに就役中です。このクイーン・エリザベスも艦載機として F-35B 戦闘機を採用しています。全長 260m の全通甲板を持ち、船首にはスキージャンプ式、スキージャンプのような勾配のある台と呼ばれる離陸用方式を採用しています。この方式ですと、カタパルトのように蒸気や油圧の心配がいらないそうです。伊豆モノ飛行甲板はクイーン・エリザベスより約 12m ほど短くて、248m ですが、この差は改修工事によって埋められると見られています。と言っても、スキージャンプ方式は現時点では出雲には採用しないと推測されるのです。ではカタパルトか?と思いますが、はっきりした情報は出ていません。ここで F-35 戦闘機について説明しますと、F-35 には A、B、C の3タイプあります。F-35A は前述のように航空自衛隊が実戦配備を進めている機体です。通常の陸上滑走路で離発着を行うという最もオーソドックスで手間のかからない戦闘機と言えるでしょう。現在の主力である F-15 戦闘機に代わる中心戦力となって、今後は日本の防空を担っていく存在となるのがこの F-35A と言われています。B タイプの F-35B 戦闘機ですが、短距離での発艦もできますし、垂直着艦もできるという使い勝手の良いタイプです。これが護衛艦いずもに搭載する予定のストーブル戦闘機なのです。しかし、この戦闘機はステルス性能を追求し、そのための機材を設置したため、今までより小さいサイズの燃料タンクしか置けなくなってしまいました。精細できる燃料の量が減ったわけですから、飛行できる距離が短くなってしまったのです。つまりは行動半径が短くなったということになります。ということは、F-35B のデメリットを補うものが必要になってきますね。そこで伊豆モノ空母化が現実味を帯びてくるのです。飛行機の移動距離が短いのなら、移動しないようにサポートすれば良いというわけです。飛行機が来ないなら、こっちから行ってやろう。移動基地というのはそういう意味です。近年、南シナ海では中国海軍がたびたび進出し、日本をはじめ台湾などとも揉める原因となっています。中国に対峙し、日本が改めて南シナ海を行動範囲に収めるという意思からも、移動基地としての護衛艦出雲が存在する意義は非常に大きいと考えられます。最後の C タイプの F-35C 戦闘機は日本への導入予定はありません。この機体はカタパルトのあるアメリカ海軍の大型空母用の艦載機になるタイプの戦闘機です。このようにハードウェアを中心とした準備が予算化とも歩調を合わせて進められているのですが、
運用面では課題があります。それは、言うまでもなく戦闘機を扱う人員を確保することと、訓練に必要な時間です。伊豆、モノ F-35B 戦闘機の運用は、専門である航空自衛隊の職掌ですが、まずは F-35B の搭乗員と整備員を育てなければなりません。初見で操縦できたり、メンテナンスができる人間はいるはずがありませんから、時間や費用をかけて育成する必要があります。その後、それらの人々を中心にして、部隊が編成されるという流れになります。F-35B の先輩格である F-35A の場合、航空自衛隊では機体納入まで約4年かかりました。そして部隊の編成までにさらに約2年かかっています。B の場合も、この計約6年の歳月はどうしてもかかるのではないかと思われます。そして、出雲が無事に改修工事を終了し、F-35B の運用がうまく行った時には、同警艦である加賀の空母艦の改修計画も浮上してくるのではないかと推測されます。